おはよう。え？ゆっくり眠れたって顔だな。あ、徹夜してます。前回なんと最後七つ森から家に来ないかと誘いがございました。これは行かないわけにはいかないということで、今から行くんだけど、ちょ、やばいんじゃ、あ、もう野獣化してるからね。とりあえず行くか。これ家に行くのもあれなの、服は決め込むのね。ビビット&シック、これはいけるね。モードで行けんじゃない、これ東京モード学園行けるぞこれ。え、遅れちゃった。ナナは、あ、もう来てる。そうか、公園で待ち合わせって斬新よ、これ。今んとこなかったよね。多分駅とかなんか公園前とかあったけど、ここの公園はなかったよね。あのなんか広い公園はあったけど。おお、ごめんね、お待たせ。なったよ。あ、すまん。なんだよ。おお、すげえ心配するし。いや、すまんって、部屋に誘うからちょっとね、やっぱ気合い入れてこうと思って。うっ、ごめんね。あ、おう、いや、おう、でかい声出してごめん。いや、いいんすよ。俺こそ冷静になるよ。これってさ、私の家に近い公園なの？なんかマンションみたいなの近くにあるから、なんかでかい声出したらさ、大丈夫って来るよ、多分近所のここら辺の人とか、ここら辺の人とか覗いてくるよ。目つぶし。あ、じゃあ、空いてる目だな。あ、目干してるよね。あ、うん、どうした？それ、あ、腕のやつ気に入ってくれたか？あ、気に入ってつけてます。ふふ、だからつけてきたんだよ。ナナからのプレゼントどうかな。あ、コーディーは言われたらやばいよこれ。かわいい。お、あんたのことだけを考えて選んだんだし、うん、当たり前か。まあ、この前も聞かれて同じこと言われたけどね、これちょっと照れちゃう。でもナナ嬉しそう、つけてきてよかった。あ、あ、もう移動か。うわ、男の一人暮らしなんで。はあ、期待も幻滅もしないよ。あー、まあ、いいとこ住んでんな。一人暮らしなのか。え、何、あ、オーケー、あー、わかった。なんて書いてあるのこれ。何、羽ばたきって書いてある。母さ、羽ばたきって書いてある。おー、すげえ、なんか良さそうなとこじゃない。ふふ、オッケー、お邪魔します。これ何、目つぶしするか。はっ、本気になるぞ。いやいやいや、入る前からやめて。入ってからだったらまだ120歩ぐらい譲ってわからなくもないよ。いやいや、部屋入ってからだったら、あの、まだ玄関、しかも玄関ここの1階の玄関だから、まだちょっと待って。オートロックっぽくない？なんかオートロックの、オート、なまってなかった今。オートロックのなんか機械みたいについてるもんね、そこに。入ってた。うっ、適当なとこにかけて。え、飲み物を持ってくるよ。マジ？ちょっと、どこがいい？え、ここの机とか座ったら怒られるのかな？え、なんかさ、ゲーミングチェアみたいじゃない？ベッド黒いね。なんか全体的に黒い感じだね。お、素敵な部屋だね。男の子っぽい部屋だね。個性で。これ多分ブチギレられるから。これよ。これな、1コロこれで。そう？うん。女の子あげるの初めてだから。あ、そう。なんか、くすぐったいな。え、モデル仲間の女の子とかも家にあげたことないの？で、枕元のあのコーヒーが、あの、心電図とコーヒーの組み合わせは何あれ？あれ、あれ、なんすか？コーヒーが生きてるの？それともあのコーヒーの湯気を心電図で再現してる？あれ、あれ、ちょっと聞いて。ちょ、あれについて質問できないのこれ。やったね、バッチリ好印象。やはりこれか。いい雰囲気。いい雰囲気。いや、これ。この、これは何？湯気を表現してこの波打ってるんですか？これは。これとか聞けないのかな？あの、ちょ、め、あ、これなんだこれ？ここ何これ？首？これ。これ万年筆の先っぽみたいだな。なんかいろいろ、もう部屋漁っちゃうってこんなの。漁っちゃうよこれ、目つぶし。大胆。早く飲み物持ってきてくれる？あやたかで。私、あやたかで。あやたかの茶葉の甘み、終わり？ほっ？一日じゃ全然足んないよ。いやいやいや、まあそうだな。ってかまだ真っ昼間じゃない？え？5分ぐらいしかいなかった？これもしかして。うっ、もっと、うん、一緒にいたいんだ。え、なんかここがさ、夕方とかなんか夜みたいになってんだったらまだわかんのよ。あ、時が過ぎたんだなみたいな、時間経ったんだなってわかるんだけど、え、5分ぐらいいた？これ家まで送る。あ、え、ほんと？もう少し痛いし。あ、わかった。スキンシップするか。おいデートないの？おいデートないの？あ、好きだ。いや、私は別に何も言ってないけど、まだ。なら、お礼もって。え、どういうこと？私は何も言ってないけど。ちょっと、おいデートないじゃん、の割に。家だからか。あ！ありがとう、送って。あれ、おいデートも何もないぞ。どういたしまして。家の時はないのかな？おやすみ。あ、おやすみなさい。何？なんか、あの、夕方でもなかったのに、家着いたらめちゃめちゃ暗いじゃん。そんな私の家遠い？マジ？え？ここでする気？いや、しないけど。
何をか、ちょっとなんか、あれ家あんまなんもなかったな。滞在時間5分だったな。ナナに送ってもらっちゃった。終わりか。あ、ちょっともうちょっと期待してたけどね、これなんやかんやこれね。でも5分に見せかけてなんかいろいろあったんじゃないの、もしかしたら。じゃあ魅力あげないと、魅力のある女にならないといけない。なんだ誰だ、祈り、祈り、祈りくんはね、祈りに、祈りじゃ、ひむのり、ひむのり、ひむのり、はははは、虫、言っちゃった。この呼び方じゃダメだったみたい。ひむのり、マジか。もう全然こうが、いや、やっぱね、めんくい丸のこと好きだから、あの子はね。お、いらっしゃいませ。とか、まだバイトしてたのか。うわ、マルさん。あ、どうしたどうしたどうしたマルさんだけど、どうした。あ、矢之助くん、いらっしゃい。バイト先行くんの。こんにちは。おうおう、こんにちは。コーヒー2つ、配達でお願いできますか。そんなシステムある。配達とかある。はい、あるんだ。配達なんかできんの。できんの配達って。すげえサービス。お、じゃあお届け先のご住所を書いてください。配達ってそういうこと。ここで売ってるなんか袋かなんか瓶かわかんないけど、入ったコーヒーをどっかに送るってことか。そういうことか。あ、住所書いてください。大丈夫、はい、うん、僕がご案内します。どういうこと。いやいや、行かないけど。僕も一緒に配達します。そういう配達。行きましょう。あ、やっぱ送るんじゃなくて持ってくんだね。これならテイクアウトでよかったんじゃ。はい、そうだよね。どこ行くの、どこ行くの。いや、どこ行くの、どこ、どこへ行くの。いや、違う、どこ行くの。いっくんの誕生日って誰だっけ。いっくん、あ、いいよ、本田か。本田、祈りかと思った。いっくんか。ちょっと買いに行くか。じゃあいっくんのためだからな。うん、急いで買いに行かなきゃ。いや違う、どこに配達しに行ったのそれ。いや気になるわ。あれあんのかな、続き。プレゼント何がいいかな。なんか続きある。ん、サンリッチ LED 付きポケットルーペがいいんじゃない。これ多分これサンリッチだし、これでプレゼントは OK。 よし、頑張って渡すぞ。これ喜んでくれる。もしかしたらこっからいっくんのチャンスあるよ。いっくん、お、どうしたの。いや、どうしたのって今声かけた感じじゃなかったよ。対面だったよ最初から。今日誕生日だよね。はい、プレゼントどう。え、覚えててくれたんだ。ええ、ありがとう。もちろんですよ。わあ、うん、なんだろう。っていうか、まあ、去年もあげたっけ。ふふ、早速開けてみて、どう。だあこれはすごいよ。そ、だあは口癖なのか。そういえばどうかな、気に入ってくれた。もちろん。おう、俺の趣味そのもの。あ、ほんと、よかったわ。じゃあでも、うん、今こういうのが欲しいって君に話してないよね、うん、そうだね。あの、3リッチだったのよ。他が1リッチで3リッチだったの。うん、多分。なのに、うん、こんなに俺の好みを分かってくれてるなんて。そうでしょう。やっぱ3リッチは偉大だよね。本当にありがとう。おお、大切にするね。好きになるぞこれ。すごく喜んでもらえたみたい、よかった。おー、ちょっとホンダこれ好きになるんじゃない、私のこと。ここからホンダの大逆転チャンスあるよ。もう1月終わろうとしてるけど。え、あ、ランチか。俺女の子だろうな多分。ほらもう、今日も元気。男来ないんすよランチで。これなんか条件があるのかな。みちるひかる、ねえねえ、うん、ひかるたちと一緒にランチしよう。わかりました、行きましょうか。うん、行こう。はい、行きましょう。やった。これ男なんでランチ来ないんすかね。何の話すんの今日は。聞いたことある話来る、もしかして。可能性は高いのよこれ。聞いたことある話が多いのよ。三影先生って何、ミステリアス。三影の話か。そう思うのに。そうかもね、ミステリアスかもしんないわ。ミステリアス、髪型とか。ああ、あの左のくるくる、あの釣り針。上のクロワッサン上クロワッサンだったの。なんか動物っぽいよね。あの左のくるくるは釣り針だよねあれね。クロワッサン、あるじゃない。前髪の上にくるくるってした髪。最初エクステかと思った。いや、まあもしかしたらエクステかもしれないよ。確認した、それ。私も。おうおう、教師にしてはすごく目立つから。おう、わざとしてるのかなって。エクステですかって聞いた。聞き、なんなら今から聞きに行ってもいいよ。もうな、クロワッサン。いやいや、今からランチ食べるのにグーじゃないよ。はい、食べなさい。そろそろランチ食べよっか。やっぱり会話中食べてないぞこれ。延々食べてないよなこれ。それパンケーキ、美味しそうね。なんかあれシロップみたいについてるし。盛りそばがすごいね。何人前なんそれ。マリー超かわいい。で、お腹鳴っちゃいましてね。うー、これから先生を見るたびに
クロワッサンを思い出しちゃうかも。おら、何これ。いや、分かって、もうクロワッサンで、じゃあもう今日からクロワッサンだ、あの人は。お、全部成功したの。7つ盛りでしょこれ。お、今週はあんたから目が離せなかった。いつもそうなくせにね。ちょっと可愛くなった。まあだいぶ魅力も上げてきたからな。やったね。これでやっぱり魅力上げることによって男がどんどんこう落ち、え、はい、どうした。もしもし、マリー。あ、何よ。今は大丈夫。大丈夫だけど、どうしたの。平日だよね。うん、どうしたの。急なんだけど。え、今からショッピングモール。あ、これあったかも。あったあった、これ。いい、わかったよ。ありがとう。それじゃ現地でも話しましょう。あったあったね。面食い魔の時もあった気がする、これ。わかった、じゃあまた後でね。で、あそこでしょ、見覚えのある、ここね、ここね。はいはい。で、ん、やっぱりショッピングは、一人よりも誰かと一緒の方が楽しいと思って。でも一通り買った後なんじゃないの、もう。悩んでもアドバイスがもらえるし、お互いの好みも知ることができて、お話も弾むし。でも買ったの？それ今から？そうだね。ただ、どうした？ちょっと買いすぎちゃった。やっぱ終わってんじゃねえか、ほら。もう今からかと思ったのに。ふふ。まあ。今日は良しとしましょう。そうだな。マリーのおかげで、いいものにたくさん巡り会えたんだもの。ええ。ね。そっか。いろいろ変えたんだな。うん。ねえ。どうした？こういうのは好き？どれ？それって、ショッピングバッグ。あ、これもらったね。そう。これ。限定ものが運よく2つ手に入ったから。おう。今日のお礼に、もらってくれる？いいの？ヒカルちゃんにあげなくていいの？それ。そりゃもう受け取るけどね。てか、これって何に使うんだ、これ。うん、ありがとう、大切に使うね。どういたしまして。うん。あ、そういえばさ、お揃いで使いましょう。あ、そうね、お揃いでね。あの、ヒカルにもらった、あの、なんだっけ、リップかなんかもらわなかった？あれもいつ使うの、これ。限定ショッピングバッグもらった。なんだかおしゃれに強くなった気がする。それじゃあ、今日はここで。うん、またね。あ、また学校でな、みちる。またね。これ土平日だよね、多分。放課後普通に。あ、日曜費やしてんのか。あ、日曜になった瞬間に来てたのかな、あれが。日曜やってんだね。お、ほに。え、なになになに。ごめんマリー、今日の帰り際のやりとり見ちゃった。思い出し笑いしまくりだよ。ごめんなさいマリー、私も光からその内容を聞いて笑っちゃった。でも相手の呼び方を変えるのって確かに難しいと。あー、祈り、祈りのか、これは。で、月曜日か。ストレスが微妙。なんか平日寝るのももったいないしな。どうしようかな。運動48ってマジ？おい、何もできないぞ、これ。まあ、私は魅力的な女になるので魅力上げたいと思います。ここで。あっ！と！おい、お前ら。課外授業ですか？俺が見えてんのかよ。はい。見えております。来週の日曜は課外授業だ。うわ、言っとくか、これ。休みの日に俺の顔見たいっていう既得なやつは参加するよ。見かけの、なんか見かけとのあのデートがないな。どうしようかな。まあ今更見かけルートはないんだけど、言っとくか。よし、参加しよう。ほう。おう。お前ら結構真面目じゃん。うん。関心関心。まあ多分ね、なんかみんな一筋に男を狙ってたらこういうのも全部断るんだろうけど。じゃ、参加するやつは日曜な。わかりました。私はもう全てを受け入れるもん。来るもの拒まず、去るもの追い回すも、もうハイエナですもん、ハイエナ。はい、あ、マダム。てかバイトいつまで続けんだろうね。もうすぐ受験。どうした？お砂糖がないみたいなんですけど。すいませんね。もう今お持ちいたしますんで、少々お待ちいただけますかね。申し訳ありません。ただいま新しいものをお持ちします。あらら。あ、何？監視？あ、いつもの席で。すみません。どうした？はい、ただいま。どうした？今忙しいんだけど。なんやねん。お待たせしました。お砂糖。うん。こちらもなくなるカウントダウン始まりますよ。え、本当ですか？え、気づけなくてごめんなさい。うん。俺は使わなかったから大丈夫だけど。おう、なるほどね。次の客が来る前にチャージしとけと。シュガーポットは、シュガーポット。こういう喫茶店のテーブルに欠かせないアイテムだからさ。おう。たまに蓋開けて確認するといいぜ。わかりました。は、少し気が抜けてんのかも。あれ？なんかやばくないこれ。なんでこんな微妙なイベント起きんの？テーブルの上もこまめに確認しなきゃね。え、なんかやばいんじゃないこれ。私のストレスが89だからか。え、また？
ありがとうございました。ん、誰帰ったの？お前またどうした？シュガーポット確認しに来たの？入れました、ちゃんと入れました。全部チャージ済みです。全席チャージ済みです。あ、ナナいらっしゃいませ。なになになに、いつもの席？まさかいつもの描写かこれ。はい、来ました、いつもの。どうしたの？なんだねそれは。ナナ真剣にスマホを見てる。お、わかりました、ツムツムだ。何かを調べてるのかな。いや、ツムツム。え、なになに、これ覗いたら怒られんじゃない？さっきのページどこだ？なんでどこ触ればいいのよ。じゃあシュガーポットか、さっきのページ。え、さっきのページ。え、どうせさっきのページ目。いやいや、わかんないわかんない。何か強烈な視線を感じるぞ。私はスマホの画面見たんですけどね。ん、え、何。あ、ごめんなさい、じっと見たりして。仕方ない、かっこいいから。え、あなたが。うん、特にモデルさんの時は本当にキラキラしてるもんね。真に受けんなって。いやもうさ、あなたそういう冗談が通用する容姿してるけどね、もうこんなの本当のブサメンとかが言ってしまった場合は、まあ、私みたいなものが例えば言った場合、女の子ははってな、もうはか無視、もうなんかはって思ってるけど分かった上で無視するみたいになるからね。もうあなただから成立してるけど、本当のことだよ。なんだかっこいいもん。ほらほらほら、もうどうすんのこれ。ダメだダメだ、もうコーヒー3杯目だから。うん、おかわり無理。いいよ、なんかケーキとかでも大丈夫よ。別におねだりしてないんだけどな。まあこれなんかそういうのないから、私はただただ時給もらうだけなんで、そういうのないんで、ノルマとかな。あ、課外授業か、ストレスやばいけどね。ちょ、いいとこで休みたいんだけど、毎週日曜なんか入ってくんな。よかった、ギリギリ間に合った。おか、どうした？お前が一番だ。あ、私が一番ですか。他の子は？え、もうはっ、まさか。ドタキャンが多くてな。おいおいおい、まさか。みんなもっと楽しい予定が入ったんだろうな。もう2ヶ月と2人のあれでデートか。お前はもっと楽しい予定なかったのか。いや、なかった、寝るぐらいしかなかったね、ストレスの関係で。今日は特には。でも休みの日に友達や先生と一緒にいるの楽しいですよ。ああ、うん、それわかるよ。ああ、なんか学校とは違って新鮮だよな。うん、もう少し待ってみるか。いや、これはもう2人で出かけるしかないんじゃないですか。先生誰も来ません。もう逆に来たら困るよ、このタイミングで。来ない、誰も来ない。おう二人で課外授業って言ってもな。いや、これはデートよ。うん、おう、今日は中止にするか。多分ね、面食い魔の時もこれ起きた時めちゃめちゃ焦ってたよ、私は。いや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 みたいな。なんで中止、はい、はい、みたいな。あ、はい、そうですよね。おう、課外授業はやめて、おい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 、ただの遊びにしちまうか。遊び、どこ行く。やった、レポート提出しなくていいんですね。おい、そこかよ。あ、これ決まってんだ。じゃあボーリング、おう、どうだ。結構なんかいろいろあるわけじゃなくて決まってんだね、ボーリングは。えっ、これはちょっと来たよ、ここに来て。もうないけど、見かけのゴールは。先生ってボーリング好きなんですか。内緒だぞ。おう、そうらしいね。実は初めてだ。そうみたいね。見せてごらん、ちょっと。これなんか結果どうだった。どうだこの感じ。そうだった、これ初めてには見えないだろう。まあ見えないけど、もうシャツのボタンとネクタイがもうやばいね。で、あんた言われてたよ、クロワッサンって。その釣り針みたいなとこもいじられてたし、あんたもうクロワッサンにしか見えなくなってるから今。指が細長いね、ごめん、また。おお、行く？じゃ投げるぞ。投げますか？ダメですよ、こっちに投げちゃ。そんぐらい知ってるよ。そう、知ってるよ。ピンの方に投げんのよ、それ。あ、ストライクでは？結果がどうだったか全く分かんないんだよね、これね。あ、でもダメなんだか。ダメなのか。乾杯だ。あ、これはそういう感じか。先生、本当にボーリング初めてなんですね。誰にも言うなよ。おう、別に大丈夫よ。ボーリングだけじゃない。おう、先生な、うん、高校生のお前らが当たり前にやってることすらほう、うまくできないんだよ。言ってたわ、この会話。え、海外で高校生活を送ってたし、おう、飛び級で周りと年も離れすぎててさ、はい、友達なんていなかったよ。
こっち帰ってきてからはいないんすか、友達。そんなんでさ、おうおうおう、かぶせてきた。お前たちの高校生活に便乗させてもらってんだ。なるほどね。まあ大概ね、他の先生だったら課外授業やめて遊び行っちゃう2人でとかって言ったら、えキモってなるとこ見かけだから大丈夫だったのよこれ。今日は悪かったな。ええ、だ全然いいんすよ。もうでも見かけルートはないからね、先生。じゃあな。おう、また課外授業で誰も来なかったら遊ぼうぜ。いや、こういうのがあったのに見かけは告白しに来なかったとか考えるとやっぱエモいよね、いろいろね。もうエモいって言葉使いたいだけだけどエモいよね。はい。いや、もうだってこん中でさ、取り合いとかないわけでしょ。今すごいこと聞いちゃったよねこれ。いや、なんか複数の男が告白しまくってくるみたいなの欲しいけどな。ちょっと寝とく、これ。寝とかないとちょっとやばそうだもんな。次の休みとかになんか入ったらもう無理そうだし。あ、バイト休んでる。この子バイト休んじゃってる。なんかイベントとかあったら飛んでる、これ絶対。めっちゃ寝るじゃん。まあ、ここで寝ないとちょっと持たないしな。これ誰か誘う？博物館でも行く？え、植物園いいんじゃない？結構好きそうじゃない？植物園とか。2月11日に植物園に行かない？あ、マジで？ああーって。いえ。めちゃめちゃ。その日は難しい。あ、そっか。じゃあダメだな。矢野、もう間に合わないな。あのゲージマックスにはできないな。今月で終わりとは思わなかった。あ、忙しいよね。すみません。うん。どうしても外せないんだ。いや、大丈夫よ。すまんね、そんなんで。うん、うん、大丈夫。また誘うよ。はい。はい。次は必ず。うん。で、はい。できない約束はしない方がいいですね。いや、いいよ、それは。では。いや、無理だな。いや、ここに来てマジ予定合わないか。植物園あんまり好きじゃないとかっていうオチある？これとか学力足りるか？ 182 で足りんのかな。魅力153、運動やばいけどな。ま、魅力、いつまでも魅力を上げ続けないと私は。お、誰だ。あ、みちる。これちょっとなんかチルチル、チルちゃん、チルチルいけないかな。チルチル、チルチル喫茶店行かない？チルチル、チルチル、ダメ？いけそうな顔してる。あ、いけんのか、チルチル。ねえ、お茶して帰らない？もちろん。え、よし、よし、止まったからびっくりした。放課後におしゃべりできるなんて嬉しすぎちゃう。行きますか、じゃあ。チルチルありなの？ふふ、私もだよ。じゃあ、早く行きましょう。おう、行くか。たくさんお話ししたいから。チルチルがありとは思わなかったな。うん。何の話？あの、3択の質問ができんだっけ、これ。そうね、確かそうだわ。ところで、チル、チルチル。お、何？チルチル、スポーツ、趣味、テレビ番組、趣味ね、趣味。チルチルの趣味って何？ウィンドウショッピングかな。あ、言ってたかも、これ聞いたことあるわ。ふーん、よく行くお店とかってある？ファッションは当然として。まあ行ったもんね、一緒にね。うん。ファンシー系の雑貨屋さん。出たー、ファンシー系ってわかんないやつ。え、そうなの？でもチルチル、そういう可愛い系のアイテムは身につけてないよね。もうファンシー系は可愛い系ってことで合ってんのこれ。あ、だって、あ、だって無理。え、私にはきっと似合わないから。いや、いけますって。そんなね、そんなことないよ、チルチル可愛いもん。やだ、もう無理、恥ずかしい。いや、もうはないよって、字幕にもうはないよ。これは声優の方がね、アレンジ加えて許可されたやつよ、このもうは。チルチルって普段はクールに見えるけど、実は心はとっても乙女なのかも。これ見たことあるね、もう。多分面食い魔の時見たのか、今回見たのか忘れたけど。お、どうした？マリー、どうした？一緒に帰りましょう。お、いいよ。どうした？あ、チルチル。うん、いいよ。え、なになになに？なんのイベントだこれ。お、もうすぐ決戦の日だけど。何の話？あ、バレンタインか。バレンタインどうするの？バレンタインだったな。え、手作りをするなら、うん、ぜひお手伝いさせて。ああ、まあこれしといた方がいいな、手作りは。高校最後のバレンタインだし。そうね。マリーの恋を全力で応援したいの。おう。ね。わかりました。チルチル、ありがとう。お礼は恋が実ってからでいいよ。恋が実ってから？ちょっと今3人の男をね、ギスギスさしてんのよ、私。そっか、今回が高校最後のバレンタインなんだ。いやー、これ。いやー、そうね、バレンタインか。ん？誰？
おお、マジ7 プレゼント、これはもう買いに行くか。うん、急いで買いに行かなきゃ。今から何買うの？サンリッチだよね、多分。プレゼント何がいいかな。あー、ホームシアターキットとか好きなの？おしゃれな白髪染めって、白髪あるの？メイクブラシセット、白髪あるのかな。 あるよね。なんか中学生ぐらいからあったりするもんね、ある子はね。私です、それが。これでプレゼントは OK。 よし、頑張って渡すぞ。もう私は多分小学生、いや中学生ぐらいかな、白髪がねございまして、後ろの席の男の子にずっと後ろの髪の白髪抜かれまくってたっていう過去があるけど。7 お、もうちょっと静かに近づいて。あ、4、ごめん、4だからね。あ、ごめん。7、お誕生日おめでとう。これプレゼントなんだ。どう？あ、校内で公然と渡されると、うん、むずっとする。ちょっとやりづらそうね。むず？どういう感じ？わかんなくていいよ。おう、これ、あ、ここで開けていい？お、いいよ、開けてくれんのね。どう？おお、おう、どうした？どうかな？えらいぞ、えらいぞ。ミッション大成功。うわ、何それ、ミッション大成功。それってつまり？すげえいい。あ、よかったわ。じゃあこういうセンスあるとこ本当に好き。好きって言っちゃってる。サンキュー。ああ、よかったわ。じゃあ、すごく喜んでもらえたみたい。よかった。いや、好きって言っちゃってんだよな、もう。七つ森は。私のこと好きって言っちゃってる。どうしよう、これ。もう終わりなんだよね。ちょっと待って、もう終わりっすよね、これ。やばくないこれ。まあ、七つ森ですかね。ここまで来たらね。矢野はね、今ちょっと、断られちゃったから、ちょっと一回七つ森挟もう、これ。もうすぐ終わりだけど。あ、ナナ、おすがりです。今電話。大丈夫。食い気味。待ってたし。待ってたの。何？この子もう、でもマックスなんだよな。あのね。どうしようね。スケートとか行ったことないですけど、行けるとか、明日設定しちゃった。明日で押したよね、今。あれ、スケートなくなってない。あれ、スケート行きたいんですけど、無理。2月12日にスケート押しに行かない？行くよ。よし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 、スケート行ったことないんすよ。じゃあ2月11日に公園入り口で待ってるね。ああ、うん、よろしく。公園入り口、これ覚えとかないと。じゃあまた。待て、どうした、これ結局言わないんだから。え、いや、うん、ごめん。おう、話すのはデートの日まで取っとくわ。あ、そっか、わかった。またな。言ってくれないけどね。やった、早く2月12日来ないかな。結局これ聞き出せないままだけど、次の日これちょっと着替えとかないと、あれまた同じ服って言われるから。2月だからコートは、あ、結構変わるね、これで。これでよくない？猫ちゃんのフードのやつで行こっかな。寒くないな、ないこれ、大丈夫か。なんかアウターが半袖で中のそれ長袖だけど、いいのか、その組み合わせは。でもこれでおしゃれって言ってくれるから、なつもりは。はっ、ちょっと早かったかな。あれ、7、早いね。あ、もうちょっと冬だから葉っぱとかないね。ずいぶん早いよね。まさか寝てないとか。寝てない、寝なよ。今日が楽しみすぎて眠れないとか。うん、ガキみたいでおかしいよな。いやー、まあしょうがないけど、それはスキンシップするか。目、お腹空いてる目だ。うん、いつも目狙うとそういうこと言うよね。私が目を食べるから。かっこいい、モデル顔マグだ。かっこいい、このニャンニャンパーカー。今日のこのファッションのこと、フードが猫だからね。ああ、うん、惚れ惚れする。そうなの？フード猫なの、いいのかな。いつまでも見ていられる。ああ、それはどの服でもそうだろうね。おう、いい。おう、マジで。マジで。照れちゃうな。7、このコーディネートがすごく好きみたい。ああ、よかったわ。じゃあ。流行りを重ねてきたか。え、何流行ってんだっけ？何流行ってる今？ふふ、どうかな。うまい。うまい。2つの組み合わせが絶妙。おう。参考にさせてもらうわ。ああ、どうぞ。猫ちゃんのこれ、あなたも来たら。7に褒められた。ちゃんと流行のものをチェックしていてよかった。流行なんだっけ今。ちょっと、外も寒い。ああ、スケート中も寒い。おうおうおう、八方塞がりだ。スケート上寒いのかな。ちょっとスキンシップする。寒い。いい、大丈夫、いけるいけるいける。はあ、大胆大胆。もう行くよ、ほら。はい、スケートどんな感じ。うわ、あんた、お、滑れんの？いや、どうかね、わかんないね。やったことないですよね、でもね。
こんなの、あの表情のプリンセスと呼んで転ばない程度は。あ、これドヤ顔です。こんなの教えておいて、これはドヤ顔です。おお、プロっぽい。おお、すごいすごい。思ってないよその棒読みは。やったね。あーマジこれバッチリ好印象これで。あ、よかったわ。じゃあ棒読みだったけど。楽しかったとか、うん、そんなありきたりの言葉じゃ済まない。よかったでしょね。どう言えばいいかわかんねえよね。寒い寒い言ってたけどよかったでしょ結果ね。目ん玉もらいますよ。じゃあふっ、エッチな目出たさあ時間、お、まだ大丈夫なの。出た。もう少し付き合ってくれるか。部屋の時なかったのにね。わかりました、いいよ大丈夫よ。よし、うん行くか。じゃあ、あ、ちょっとごめん今へへんを切ってしまった。はっ、キス。え、あんたからしろよ。スケートリンクの前ですよ。こんな他の人もいるし、スケート場の真ん前でそんな楽しい。出たー今日。出た出た出た。え、俺はおおおお最高だった。出た出た、このイベント。え、え、どうすんのこれ。これどうすんだっけ。ん、え、うんじゃない、うんじゃない、これどうすんだっけ。ここ、ここ撫で回す？で、ここチャッタッチ？いやいや、いやいや、ないやいやじゃない、これミニゲーム始まった、ミニゲーム。で、ここ、ここ長押しか？はい、で、ここが、ここ長押しか？なんだ？あ、そうそう、なんだじゃない、今、指示通り動いてる、私は。で、次は、ここ長押し？で、ここ、ポン？いやいや。ここポン？ここポンで合ってる？無邪気ってマジ怖いわ。の、no、な？この人一人で喋ってる。さあ、どうする、次は。ここでポン？あ、スライド！ポン。周りが見てますよ。さっきのスケートリンクの時の方がいたよ周り。今そんなにいないと思うけど。ポン、これ流し。ああ、いい。何がなの。どんどん赤くなってる。あんたも好きだね。これ字幕というか色、俺もか。色変わってんだよねどんどんね。もう少し、もう少し一緒にいたい。わかりました。どういうこと。え、なになになに、これ夜なんだっけ。夜になった。急がなくてもいいだろう。急いでないよ。少し。分かったか。ちょっとハートを出しなさい早く。ハートは？え？ハートは？何？あ、これ一回タッチしてからなのかな。え？あ、これダメなとこ。これ危ない。これ長押し。でここスライド。うわ。うん、どうした？ここはダメ。おう。ノーだ。大丈夫大丈夫ですよ。落ち着いて。うっ。でここスライド。えい。やば。いいぞいいぞこれ。頭ぼーっとしてきた。これはもう法則を知ってるから。価値格よこんなの。もう価値格です。ふっ。でスライド。うわなんかスライド。あーでも青いの反映されちゃったんじゃないあれ。なんか振動きたけどコントローラーに。でコントローラーに振動きたけど。あーまミスター。そこはダメ。ミスター。ノーだ。これむずいんだよ合わせんのスティック。ダメ。エイムがむずい。ピンクになった。こっち。お。来て。もっとこっち？これエイムむずいからね。え？これダメ。ここここちょん。ここスライド。やめろよ。やめるなよそのまま。おう、もっとなんかちょっと朝になってきてない。夜じゃなくないこれ。朝になってきてないか。気のせいこれ。これ朝になってきてない。そこはダメ。え、明るくないなんか。いや、そろそろ七つ森が溶けるよこれ。で、これまたポンちょん。はい。あ、長押しだったかこれ。あ、長押しだったかも。ミスったな。そのまま。やべ、ミスったわ。もっともっと。何をもっと。赤くなったよ。ダメかも。とどめ。もうラッシュラッシュかけて、ラッシュラッシュかけるラッシュ。え、あ、危ない。ここスライドで、ここ。あ、これ長押しか。耐えろ。長押しだったな。やべ、ミスったかも。耐えろ。何を耐えるの。ちょ、とどめとどめ。ここうおれ。ここスライドスライド。ここちょん。ここちょん。いけるいけるいける。ダメ。攻めろ攻めろ。あと1、あと1個しかないハートが。あ、何、あーってだから。おう、ダメだ。え、なんかハート復活したぞ。なになになに、チャリーンって。なになんすか、チャリーンって。あ、なに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 、え、なにこれ。え、あ、なにこれ。え、ちょ、なになにこれ。やばい。襲われたいわけ。なにこれ。やば、終わり。いや、なんすかこれ。なにこれ。ちょ、待て。いや、そうだよな。私も何が何だかわからなかったよ、今。なんすか今の。それな。うん、洞窟とろくなことにならない。怒られ、あれ怒られてる。え、まあ、もう怒られてる。無意識が一番危ねえよ。そうなの、私鈍感なんでね、何にも分かんないのよこの子。いいか、うん、女子が男子をむやみに触らない。ほう、はい。ほら落ち込んでるじゃん。怒んないであげてほんと。ほら
そうだよな。落ち込まれると、そう。俺の方が悪いみたいだし。ちょっとダメよ。な、何？別に俺は、いいんだけどさ。うん。むやみに、無邪気に、誰にでもはダメだ。大丈夫、誰にも触ったりしないから。あなたと矢野と田中にしか触ってないから大丈夫よ。うん、そういうのがいけないんだろうけど大丈夫よ。うん、分かればよし。はい、じゃあな。結構怒られてる。今の最後は何すればよかったの？え、何怒ってんの？私連打、え、なんで怒られてんの？なんで、じゃあ待って、俺めっちゃ怒られてる。なぜ怒られたのかわかりませんが、私は、メイクしたいと思います。あれ、 なんで怒られてんの、あんなに。何が正解だったの？あ、誰？夕方だぞ。そういえば私、あ、バレンタインか。はいはいはい、バレンタインの準備か。なんかあんのかと思ったら。ちょっとお店に行ってみよう。これ買うんだよね。買って、手作りもあるから、どっちに何を渡すか、これ大事よ。どうしようかな。高級チョコよ、これ。ギリチョコいらないよな、これ。ギリチョコ誰かに渡すか、これ。これ渡すわ、じゃあ。せっかくだしね。ギリチョコを買いました。よし。ありがとうございました。いやー、ギリチョコ誰に渡そうかな。これで OK。家に帰ろっと。誰に渡すかだな。ギリチョコか。そういえば、チルチルとヒカルがそうだ、チルチル来るんだ。手作りチョコ来るよ、これ。作るに決まってるでしょうね、最後だからね。大事なイベントですよ、こんなん。来たか？あ、来たみたい。どう？どういうチョコ作ろうかね。ボンジュール、マリー。来たか。準備はできてる？まあまあまあ、してますよ。ふふ、うん。それじゃあ、始めよっか。さっきの、七つ森のやつは、何が正解だったのかわかんないけど、もう、あれでいいんだわ、もう。怒らしたのが、なんか全てを左右するみたいなことあるかな。出ました！キュートチョコ！とっても美味しそう。とっても美味しそうではないよ。だって、クマって書いてあるもん。さあ、これを、まあ、七つ森向けですかね、これは。クマって書いてるし。うわそんななんか白っぽい、あ、なんか、バブル飛ばすようなチョコじゃないよ、これ。キュートらしいね、これ。キュートチョコレートできました。女子力いっぱいの出来上がりだね。本当に思ってる。とっても可愛い。いや、ドクロクマのおかげだね、じゃあ。うんうん。超キュート。絶対思ってないもん、こんな。うん、上手にできたみたい。感覚バグってんな、やっぱ。全員感覚バグってるわ。お、来たるバレンタインデー。はーい、マリー。渡すぞ、これ。高校最後のバレンタインだね。そうだな、大事な日だな。うん、手伝ってくれてありがとうね。うんうん。うん。私たち、マリーの恋のお手伝いができて、うん。心から幸せ。ただこれ、クーヤさんに渡せないからな。ヒカルもドキドキしちゃう。おうん。マリー、おうん。頑張っ。そういえば、バレンタインじゃな、なんかもう、最後が終わる時だ。もう次会えるのが最後が終わる時だみたいなこと言ってたもんね。ありがとう。いやー、これちょっとなー。誰に渡すかって、ギリチョコ出た。ギリチョコのターン。まあ、いっくんだろうな、これは。ギリチョコは、いっくんかな。まあ、いっくん今、どんどん好感度上がってきてるからね。ああ、いっくん。ちょっといい？お、どうしたの？期待してる、期待してる。はい、これ。バレンタインのチョコレート。あ、糖分補給にぴったり。お、ありがとう。軽い、軽い、軽い。こんなもんだよね。ギリチョコ弱え。そんなにな、え、なんなの？チロルチョコ1個ぐらいの感覚なのかな？さてと、高級チョコは誰に渡そうかな。まあ、矢野ですかね。こうなってくるとね。高級チョコは、やっぱり、矢之助くん。これ反応が気になる。手作りあげたらもっと違ったかな。これ、去年ってどうしたんだっけ？あ、矢之助くん。お。そんなに慌てなくていいですよ。お。どうかした？いや、チョコレートをね。うん、これ。バレンタインのチョコどうぞ。これはお、よくお客さんが来る。いや、あれ、最高級のお店だ。前もそうだったな。ふふ、奮発しちゃった。ちょっと困ってないか。そっか。うん、ありがとう。すまん。あなたがアルバイトや貯金でこれを用意してくれた。同じものですまんな。このチョコは、うん、あなたの時間と労働の対価。まあそうだね。それがとても嬉しい。すまん、手作り持ってくれよかったな、君に。
矢之助くん、ちょっと大げさだよ。いえ、世の中は手作り偏重型ですが。そうなの？僕は時間が重要だと思います。手作り私はよかったね。あなたはこれを用意するまでの時間を僕にくれた。いや、まあまあ確かにそうね。それと、これを食べる時間もいいかな。え？一緒に食べよう。は？一緒に食べられんの？え？よかった、矢之助くん喜んでくれたみたい。え、今から一緒に食べんの？マジか。で、食べな、一緒に。一緒に食べようっつってそのまま無言で持ち去ってったよ。 おかしくない？一緒に食べようっつってそのまま無言で持ち去ることある？えーってなるよ。え、ちょっと、もう7よ、これは。手作りチョコ。7、受け取ってくれるかな？一緒に食べるのは7。マル。あ、どうした？え？待ってた。待っちゃってんのか。わかってんな、この子は。ふふ、バレンタインのチョコ、受け取ってくれる？どう？受け取らない選択肢はない。まあ、そうだ。だろ？手作りチョコですよ。もちろん。やった。これだけか。もちろんだけか。見て、なんか7好みに仕上げてみたつもりだけど、どうかな。ビンゴ。どこビンゴ？しか詰まってない。嘘でしょ。ビンゴが最高。ちゃんと見て、確認したなか。本当？よかった。いや、見たか。やめろやめろやめろ。やめて、それ。やめとけって。バカにされるぞ、それ。え、え、まぁ、ちょっと女の子にさ、バレンタインチョコもらったんだよね。え、マジ、しかも手作りでさ、うわ、出たわ、七つ森出たわって言われてる中。で、写真撮ったんだけど見るって。お前でも、ちょっと見して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 ごらんっつって見せるじゃん。あれ出てくんだよ。何の返す言葉もないよ、仕事仲間。え、いいけど、恥ずかしいな。やば。好きが詰まって。好きが重なってる。見せない方がいいぞ、それは。やっぱやめた。そうだな。一人にして、おう至福の時間を過ごす。サンキュー。ああ、よかった。もうよかった。まともな感覚を取り戻してくれたみたいでよかったわ。危なかったね。すごく喜んでもらえたみたい。よかった。やっぱ手作りの方が強いのかな、これ。10リッチのチョコよりは。は？あれ？あ、風間！これから、あー、なんかそうか。風間、なんか旅立ったよな。え？お父さんってお母さんってことは、イギリスだよね。りょうた。あー、旅立ってった。これもう終わりを迎える感じ出てるな。お。なんだ？あー、ランチ。もう、風間はこの学校にいないのか、じゃあ。やっぱ男来ない。マリー？ランチに男はいつ来るの、これ。来ないんだろうな、もう。いや、卒業間近だけど、何の話するかね、俺。え？あ、この労働時間はあんのか。でけえな。マリー。おう。どうして、ミノルくんがモデルだって正体が分かったの？もう、ガン見したら一発で分かりましたよ。それより左のデカすぎない？それ。それは、初めて会った時に分かっちゃったって言うか。何？何何何？ふーんって。ミノルくんでも、やっぱりマリーの洞察力にはかなわなかったか。いや、あれバレバレじゃない。でもどう、あれあれでごまかせると思ってる？本当に思ってるのかね。さすが。本当に思ってると思う、あれ。それほどでも。それとも、マリーがミノルくんのガードを突破しちゃったのかな。まあ今ではそうかもしれないけど、最初はでもね、あの子もなんかやっぱ壁厚かったよ。わかる。だって相手はマリーだもん。何、相手はマリーって。私、そんなにすごい能力は持ってないと思うけど。お、何の話よ、これ。まあ、今では七つ森は私にメロメロだけれどもね。やっぱ最初のうちはね、全然そんなこともなかったんですよ。もう終わりじゃない、これ。やばいぞ、終わりそうじゃない、これ。これやばくないっすか？もう終わりなんじゃないっすか、これ。じゃ、どうしよう、これ。まあ、七つ森か、矢野って言われたら、まあ、七つ森かな。これ多分次最後のデートなんじゃないか。できるとして。おそらくそんな気配しない。お、あ、ナナ、おすがりです。今電話。大丈夫。出た。待ってたし。お。何？これ、あ、まだここあんのか。ここ中途半端だな。ま、ここ行ってダメだった時にまだここにも取り付けられるっていうのがあるから、ここにしとくか一応。ここにしといて。どこがいいかな。ちょ、海行く、海。海、冬の海散歩行くか。2月23日に海へ散歩しに行かない？マジか。ああ、うわ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 、もしかして戦略があった？うわ、マジ？これは
おい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 、ダメだ。マジ？ごめん、初めて断られたこの子に。うん、また誘うね。そうして。あ、マジか。お、俺からも誘うから。本当に誘う？もう終わりだよ。でもふふ、じゃあまたね。あ、やばいな。え、めっちゃ断られるようになっちゃった。どうしようこれ。こんなこ、私どうしよう。こんなこと、最後もう受験も近いからちょっと勉強しとく。最後、最後だけ勉強する。今までメイクしかしてなかったけど、最後だけ勉強させていただきます。最後、追い込みが大事だからね。追い込みというか、もうやってなかったんだけど。これ来るか？受験じゃないか。明日はいよいよ受験。来た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 。これ、落ちちゃってどうしようこれ。はっはっ、クーヤ、今日は非通知じゃないの？はい。もし、言ってたな、受験の日がさ、次会うのは、みたいな。はい、もしもし。こんばんは。あ、こんばんは。起きてたよね。まあ、ギリギリね。ふふ、もちろんです。明日はいよいよ受験当日だけど。いや、もうそうか。緊張してない？緊張するな、これは。クーヤさんこそ。君の声を聞いたら落ち着いたよ。あ、ほんと？また魔法をかけてもらったみたいだ。え、これ受験当日現地で会ったりしないの？なんか。受験って一日がかりだから、ランチとかね、お弁当持ってくのかもしんないけど、それなんか一緒に食べて落ち着けるみたいなことない？あえてしない？そういうことしない方がいい？それなら私もです。わー、言うね。本当？おーおーおー、それなら電話してよかった。言う。あんな七つ森となんかいろいろやんややんやした後によく言うね。はい、明日はお互い全力を尽くしましょう。わかってる。うん、君との未来のために君との未来のためにえ、引いてんじゃん。ちょっと、すべてが終わったら、え、君に伝えたいことがあるんだ。なになになに、え、はい、あれ、クリスマスの時に言っていたすべてが終わる時って受験のことじゃ。違う。え、違うの？時が来ればわかるよ。え、なになになに、すべてが終わるって何？え、まさかこの世界の終わり、これ。それじゃあ、え、深瀬くん、え、はい、ハッピーエンドが来る日にまた会おう。ちょ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 、おやすみ。いつ会えるのそれ。え、なんかてっきり受験のこのなんか日に会えるのかと思ってたけど。え、はい、おやすみなさい。え、会えないの？ハッピーエンドが来る日って何？え、え、何？受験だよね。今日はいよいよ受験日。私の進路は、これは、今から決めるもんじゃないぞ、これ。大学受験。どこの大学を受けるんだっけ？これでさ、ハバチャ就職しますって言って、いきなりクーヤのあれを完全に拒否って言ったら、もうどうなんだろうね。全然、あれ、伝えたいことあるんじゃ、みたいな。一流れ大学、これです。もちろん、一流れ大学。進学するならできるだけ上を目指さないとね。え、これ、やばいかな？学力足りない？来た。いよいよ試験。全力で頑張ろう。いけんのか？大丈夫？え、なに、え、え、ちょ、な、え、え、あ、は、え、は、ちょ、待って、え、は、え、今、え、あれ、な、な、え、お、受験が、受験終わってる？